はい、こんにちは、ナビルです。ローストビーフ丼がね、売り切れてたんで。はい、こんにちは、ナビルです。今日ですね、中学時代お世話になったクラブの試合を見に行きたいと思います。はい、今日はね、助手席です。これあれ変わんないのかな。高校の時の友達です。はい、スタジアム着きました。今こんな感じですね。もう駐車場はもうほぼもうパンパンで、もうスタジアム周りもすごかったです。それでは今からスタジアムの方向かっていきたいと思います。スタジアムまで今歩いてます。結構もうこれ多分めっちゃもうスタジアム満席ぐらいですね、多分俺の予想は。そんな取れ高を言います。取れ高を稼がないといけないんで。ちなみに携帯最近変えたんでちょっと画質いいかもしれないです。スタジアムグルメです。何食べようか。焼きそば。それではここで SC 坂本のスターティングラインの紹介です。ゴールキーパー生サビはかっこいいケンタレオ。
ング1回見せる。誰が決めたか言ってほしい。これ見えないんだよね。おい、ナイス。すげえな、一個下ドッグがいるんだよな。はい、前半1対0で SC 相模原1点リードですね。松橋優安選手がゴール決めてくれたんで1対0で勝ってます。後半も頑張れフォルザ SC 相模原今あれハーフタイムなんでちょっとご飯買いたいと思います。ローストビーフ丼がね売り切れしてたんで、これですね、ポテト、オーロラソースですね、ケチャップとマヨネーズです。これを食べて後半も応援頑張りたいと思います。何味ですか？何味？明太マヨです。あ、明太マヨですね、はい。おないで、あぶねえ今。勝ちの瞬間。俺。跳ね返せ。ナイス。やばいよ。やばい、ナイス。お、もう終わりだろ、負けろ。わけわけ、俺終わんなくね。もう3分経ったっしょ。おい、はい、あ、終わり。終わんないかな、ワンプレイかな。やばい、終われ。やばい、もううわ、ナイス。おい、絶対ロングスロー来るやん。やばい。だよね。ボール吹いてる。このタイムじゃね。頼む。簡単に。おい、あ、大丈夫。はじけ。グー、ナイス。イエーイ。バモーズ。勝利です。いや、ナイスゲーム。最高でした。これから帰ります。